グレを食らう範囲にいるとすげえ、ヒーローを選択、まあなんか一石二鳥というかさ、味方も回復できてなおかつ相手も回復損ができるからすげえ。あれミータムさんいるじゃん、ミータムさんとリータムさんいるんだけど紛らわしい、ミータムさんとリータムさんいるんだけど、花村攻撃でチャージして拠点の左側に流れたら絶望。本日のミータム、本日のリータム、信念を守るべく戦い続ける。穴も使ってるのでありがたい意見。あれミータムさんも似て終わってるじゃん。影響止水、穴の立ち位置を教えてください。高台にいた方がいいんですか。ヌメリコは何を、高台にいた方がいいけど、いいんだけど、ゴリラとかゲンジとかそういうフランカーで 2,3 人で来られたら絶対落ちちゃうんで、なんか逃げ道とかもしそういう構成で来られても大丈夫なように、なんかイメージはしといた方がいいですね。逃げ道というか、例えばソルジャーとかが一緒に高台にいるんだったら大丈夫だと思うけど、結構一人ってのは危ないんで、一発二発相手に撃ったらあとはもう降りちゃうのがいいかもしれない。まあ構成見てですね、相手が飛べなそうだったらそのまま上にいてもいいけど、なんか猿とかゲンジとかフランカーが 2,3 人入ってたら降りた方がいいですね。すぐ味方の近くに行った方がいい。と思います。やっぱサポートなんで落ちたらやばいんで、早々に死んじゃうともう終わるんで、結構やっぱりとりあえずは自分の命大事。はい、まあ僕はそう思いますけど、他の人は違うかもしれない。あーごめん、治療は任せる。大した気がない本当にすまんな、ディーはいると、ディーはハルトの守り鉄壁だよな、ダメージ与えらんないし、盾に。あと少しでアルティメットを使える、早くペイロードを動かすんだ。私が見守っている。この程度で諦めるわけにはいかない。さてどっちにつけるか迷うな。あでも源氏かな。俺の目から逃げること。リタムさん顔出してない。リタムさん。とっておき。おい、強化完了。力を見せてやれ。タクティカルバイザー、起動。はい。どう見たむ。アルティメット完了だ。ありがとう、敵と接続いてこい。アルティメット準備完了。闘気は今。いい流氷の波に止まれる。次の時間だ。ペイロードチェックポイントに到達。タクティカルバイザーチャージ中。ミータムさんね、ゲンジうめんだよマジで。ミータムさんゲンジばっかやってれば多分ね、まあ個性にもよるけど結構維持できると思うんだよね。大した怪我じゃない。まあでも今はメタあんまりゲンジいけないな。
回復が甘すぎる。とっておき。ペイロードを超え回復するぞ。これでもつも耐えろ。いかにアルティメットチャージ完了。前に出ろ。そなああこっち顔出してくんない、顔出してくんない。あは付けたかったな。エロードを確保。戦いが終わるまで休むことはできない。アルティメット準備完了。内なる力を解き放て。俺の目から逃げることはできない。はい、眠くなってきた。痛みはそなたを襲う。そなたを襲う。厳しいな。よろしく頼む。よろしく頼む。大した怪我じゃない。アリア・ハルト。よろしく頼む。アルティメット準備完了。アリア・ハルトなんやけどな。ジャリア、ジャリア。行け、回復は任せろ。それで治療しろ。うまい。大した怪我じゃない。自力決めるぜ。攻撃は今強化完了。力を見せてやれ。あ、これ死ね。マジか。受けたんじゃねえ。クレス。ペイロードチェックポイントに到着。ここペイロードが歩み始め。この年になっても学ぶことがあるとはね。礼を言おう。そなたを癒そう。グレネード下手くそ。効果機動隊のグレも下手くそだけど、オーバーウォッチのグレも下手くそ。治療は任せる。大した怪我じゃない。内なる力を解き放て。ついまに。ああ。ナイス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 。ペイロード目的地に設置。こっちだ。すごい打ち方始め。私が見守っている。外す気がしないな。強化完了。力を。ナイス。ラウンド1完了。生徒ってシーズン2と同じからスタート。ちょっとわかんない。同じからスタートかわかんないけど。あーでもどうなんだろうね。内部的には同じなのかもしれないね。多分ヒーローを選択してください。勝ちチームのアナ楽しいわ。ウルト溜まりにくくなってメイト可能。ウルト合戦にはなりにくくなったけど、キャラバランス自体は良くないと思う。ゼニアったまだまだ現役ですか。足遅いからな。でもまあ信念を守るで戦い続けた。了解。でしょいないならソルジャーにしかつけられないな。サポートは勝たないと楽しくない。
せいぜい死なない。攻撃チーム突入まであと30秒。うめん、 IDDQD が 2勝とかでも4000いったんだっけ。クナ、傷なら私が治す。全く認定意味なくないっていうか、あ、そのシーズン2の時 IDDQD がいくつだったか知らないけど、そんな下がってなくない。5 3 2 1。攻撃チーム接近。パラいるな。パラ見えたぜ。それで治療しろ。かすり傷すぐ治る。一生で4000円やけど下がってんのそれ。知らないけど、はい、じゃあ何、もっと勝ってたらもっと下がったってこと。レイさん、そういうわけでもなさそうだよ。どうしてんのか。これでもつこたえろ。治療が必要なやつだ。ありがとう。もっとできるやつだ。すぐ治る。もう寝ろ。治療が必要なやつだ。敵と接触。大した怪我じゃない。ナノブースト準備完了。待って俺。後ろだ。あ、いて。ラストでしょ。マジか、死んじゃった。確かに。なんか新規の人だけ。なんかやらせてあげればいいよな。打ち方始め。正義の雨に裁かれろ。大した怪我じゃない。俺の目から逃げることはできない。まあ、見たね。ペイロードチェックポイントに到達。俺の目から逃げることはできない。アナジンの時はね、まあ、ヒールほとんど来ないと思った方がいいと思うんで、アナが瀕死の時に自分で結構瓶使った方がいいかな。あとはソルジャーさんが一緒にいるならソルジャーさんが結構置いてくれたりするの。次の時間だ。アルティメット準備完了。蹴散らしてきな。これ回復を利用す。強化完了。力を見せてやれ。いざ防災の中へ。私が見守っている。失なる力を解き放て。攻撃は嫌だ。何か戦いなんじゃない。タクティカルバイザーチャージ中。援護に回る。アルティメットはチャージ中だ。痛み。まだ分かんない。私が見守っている。やばい、いいぞいいぞ。見た目、いけいけいけ。アルティメットはチャージ中だ。アルティメットはチャージ中だ。奥義はまだ強い。いけ、回復は任せろ。人がいないとチャージ打ちやすくて安心。あ、後ろにいると。闇タム。やっぱりすげえな。戦いが終わるまで休むことはできない。三田選手暴れてますね。もうすぐアルティメット使える。生まれ変わって帰ってきた。奥義の準備が整った。アルティメットはチャージ中だ。
ナノブースト準備完了。バイザー使っちゃったの。スイマに飲まれろ。はい、素晴らしい。戦いはまだこれからだ。やべ、落ちちゃった。かすり傷ならすぐ治る。俺の目から逃げることは平穏を心に。一回引こう。それで治療しろ。ああ。隠居生活にアルティメット準備完了。うわ、タイミング悪いな今。残り60秒。アルティメットは準備中だ。かぶっちゃったね、味方のサーチと敵のサーチが。治療開始。アルティメット準備完了。蹴散らし的な。あっち、あっち使うか。かすり傷だ。すぐ治る。コンタクト。死ぬ。俺の目から逃げることは強化完了。力を使い上げ。死した。私が見守っている。アリオン、大した怪我じゃない。頼む。ウィソン参上。こんなもの怪我のうちに入らない。残り60秒。ああ、それじゃが。まだか。この程度で諦めるわけにはいかない。俺の目から逃げることは。残り30秒。オーバータイムまでいけっかな、これ。老兵は待ち、強化完了。力を見せてやれ。ああ、ラウンド2完了。もう少し耐えたかった。スコア3対3。さっきから相手ソルジャーが地味に困るところにいてつらいね。1分いくつ。ヒーローを選択してください。まあ、時間的には30秒くらい勝ってんのか。信念を守るで戦い続け。バチクリ禁止だよ。俺の能力値スピードとドリブルが両方99さ。全員ぶっちぎるぜ。全員ぶっちぎるぜ。ラボの外に出るのは久しぶり。どうぞ。攻撃チーム突入まであと30秒。メイちゃんか。まあでもオーバータイム時のペイロードのメイちゃん強いと思うな。だってウルト溜まってペイロードのところにポンと置けばもう離れるか凍るしかない。5、4、3、2、1。攻撃チーム接近。レイロードを止めてください。あ、
痛みを知れ。回復する。治療開始する。怖っ、ここにギグザグ動かれるとマジ回復当たんねえ。治療は任せる。かすり傷だ、すぐ治る。それで治療しろ。残り10秒。いいっすね。あ、それはやばいんじゃない。次の時間だ。動いてきたぞ。は強化完了。力を見せて。ナイス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 。これはでかいっしょ。完了。スコア3-3。サイドを交代します。あーいっすね。姉ちゃんの壁強い。姉やらしすぎる。姉ちゃん作用系とかしててくさ。ヒーローを選択してください。あ、いいと思いますよ、僕これ。わかる。信念を守るべく戦い続ける。トリックオアトリート、トリックオアトリートマシとアランってどっちがいいんだろうな、こういう時。アランの方がグレネードとかコールするといいのかな、総合的に。ヒール裏マッチ突入まで絶対ガンササリするよ、これガンササリよ。完全介護、完全介護構成か、かかってんぞこの人に。全てがかかってる。いや、もうバスを守ればいいんですよ、とりあえず。ペイロードは進んでいくから。ペイロードを護衛してください。かすり傷だ、すぐ治る。やべえ、ピアったが。大丈夫だ、私に任せろ。それで治療しろ。なんか微妙だな。アルティメットチャージ完了。前に出ろ。溶けたら行くか。援護に回る。内なる力を強化完了。いけ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 。力を見せてやれ。いいぞ。俺の目から逃げる人はいる。終わった。テーマに飲まれよ。まだ着任。仲間が私を待っている。ルシオ、一気に登場。治療は任せる。最終スコア3-3。ペイロード降りた時点で終わってたな。刺さってなくてくさ。ああはい、やっぱ完全介護でもおもちゃじゃないか。うん、です。はあ、やっぱバスゲオンって踏んだわ。何がピポイポ最強説ね。全然最強じゃねえじゃねえ。
くさ、これは先輩だす。ハイモタリズ。穴回しやったな。ブリキ製だったんでしょ。ムアデスソルクトイド。てかメイがいる時点でもうちょっと破綻してたよね。ギアさんが分析するになぜバスティオンは刺さらなかっ